列を乱さず何度も交差を繰り返しながら美しい動きが披露されています。パフォーマンスを行っているのは日本体育大学の生徒たち。彼らが行う集団行動は国内ではすっかり有名ですが、どうやら世界でもかなり高く評価されているようです。先ほどの映像が撮影されていた場所はなんとヨーロッパのスイスでした。そこで開催されたバーゼルタトゥー2016というイベントに出演すると、世界中で大きな話題を集めることとなったのです。今回は日本体育大学がおなじみの集団行動を通して世界中に与えた衝撃とその詳細について紹介していきます。日本体育大学が参加したバーゼルタトゥーとはそもそも世界最大規模の文学体の祭典です。毎年7月下旬に開催され、6から7カ国から約20の楽団、約1000人が出場しています。当時日本からは他にも海上自衛隊東京音楽隊が参加していましたが、日本体育大学は集団行動のみを引っ提げてこのイベントに参加しました。隊員を鼓舞したり国民を活気づけたりするための文学で会場が盛り上がる中、彼らは異色の存在だったのです。いわゆるアウェーの会場に乗り込むこととなった日本体育大学ですが、なぜバーゼルタトゥーに招待されたのでしょうか。プロデューサーを務めるエリク・ユリアート氏はその理由について以下のように語っています。集団行動のビデオはインターネット上で何百万回も再生されている。これはバーゼルタトゥーに招待しなければと思った。確かに日本体育大学の集団行動は動画サイト内でもよく見かけますが、その知名度が海外にまで届いているとは驚きですね。日本から遠く離れたスイスで開催される世界的イベントに招待されるほどの魅力を持っている日本体育大学の集団行動、半世紀以上の歴史を持っており、すっかり同大学の伝統行事となっています。数人の学生が指揮者の号令で一斉に後ろ向きに歩いたり、ぶつかることなく交差したりする行進はまさに圧巻で、その統率された動きを称えて海外からは歩く芸術とも言われているようです。極限まで精度を高めた一糸乱れぬ行進は確かに一つの芸術パフォーマンスとして完成しているように見えます。実際2016年度に日本体育大学が参加したバーゼルタトゥーでも会場は大興奮、その組織的な動きに拍手と歓声が巻き起こります。ここまでは日本でも見られる光景だったのですが、パフォーマンスの合間には海外特有の反応も見られました。学生たちが複雑な動きを見せるたびに客席からは笑いが起こっていたのです。驚きのあまり思わず笑ってしまうコミカルな動きに見えて面白いなど、さまざまな理由があったと思いますが、そういった盛り上がりを見せている部分は今回紹介する動画の見どころなのかもしれません。特に後半の音楽隊にパフォーマンスを引き継ぐ部分はユーモアにあふれていて必見です。それでは実際の映像をご覧ください。Thank you.
いかがだったでしょうか。極限まで研ぎ澄ました集団行動だけでここまで海外の観客を興奮させているのは本当に素晴らしいことですね。しかも冒頭に説明したように、このバーゼルタトゥーというイベントはもともと軍楽隊メインのイベントです。アウェーの会場の中、しっかりと会場を盛り上げた日本体育大学の学生たちと集団行動という日本独自の伝統を誇らしく思います。今回紹介した映像は2016年のものでしたが、もちろん現在も活躍を続けており、同大学が2023年末に行った体育研究実演発表会では、集団行動を一目見ようと1万人の観客が詰めかけています。体一つで行う日本体育大学のパフォーマンスに、これからも目が離せません。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。